こんにちは、サラです。今回はですね、ケイトの新作のレッドヌードルージュを紹介していきたいと思います。こちらはですね、チップと鏡がついたパレットタイプのリップです。結構使っててね、ちょっと汚れちゃってるんですけども、こんな感じの新感覚リップです。ワックス未配合でリップバームのような処方から作られたクリームルージュ。こちらの赤い下地にこっちのヌードカラーを重ねていくと、自分にねぴったりハマる瞬間が訪れます。この赤色を下地にすることで唇のくすみを払うことができる。その上からヌードカラーを重ねていくことで浮かない赤にできます。皮膚の下の血液が透けて見える赤をこちらで再現することができる、そんなリップです。はい、ということで早速ねスウォッチしていきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今ね腕に塗ったのはだいたい5対5、色が濃い方とベージュの方を半分ずつの割合で塗ってるんだけど、調整次第で色はね無限に作れます。で、見てもらえば分かると思うんだけど、すんごい発色がいいんですよ全部。今個人的にこの発色の中で一番好きなのはこの01番を3対7、赤の方を3でベージュの方を7で塗るのが好きです。それではね早速ですね、この01番と08番を塗って徐々に色が変わっていく様子をお見せしたいと思います。じゃあまずこちらの01番から塗っていきます。最初にまずこちらの赤を取ります。テクスチャーはねこんな感じ、ちょっと伝わりにくいかもしれないんだけど、柔らかくもなく硬くもなくちょうどいい感じです。まず赤だけ塗ります。チップタイプなのでめっちゃ塗りやすい。さっきの赤と同じぐらい取って5対5の割合を唇の上で表現していきます。はい、これでだいたい5対5、結構変わるよね。そしたら個人的に好きな色の割合の3対7にしていきます。もうちょっと多めですね、ベージュ。はい、こちらが私の一番好きな3対7、こんな感じです。最初とねかなりイメージが違うと思います。
そしたらさらにベージュを増やして2対8の割合にしていきます。はい、こんな感じです。この01番はですね、本当にどんなメイクにも合うので迷ったらね、こちらをおすすめします。元から唇が綺麗な人に見える。で、塗り心地はかなり滑らかで、唇にのせるととろける感じです。チップだから塗りやすいっていうのもあるんだけど、質感がツヤすぎずマットすぎず、でもバームでしっとりなので、すごくつけ心地もいいし仕上がりも綺麗。高純度高保湿処方なので、乾燥が気になる時も気にせず塗ることができます。はい、そしたら次こちらの08番を塗っていきたいと思います。一見ね、ものすごいどんぐらさきなんですけど、右側のねベージュも濃いめなので、混ぜるとモーブピンクになって、すごいおしゃれなカラーになります。個人的には6対4の割合が好きです。最初に10対0でど紫から塗っていきたいと思います。こちらが10対0の割合です。こうやって塗ってみるとすごいおしゃれでしょ。あんま紫っぽくないっていうか。はい、そしたらベージュを足して5対5の割合にしていきます。はい、5対5だとこんな感じです。さっきよりね柔らかい印象になりました。そしたら個人的に好きな6対4にしていきます。はい、こんな感じです。いろいろね試してみたんですけど、個人的にこの6対4がベスト。はい、そしたら2対8の割合にしていきます。こんな感じです。かなりね肌なじみのいいカラーになりました。はい、こんな感じでですね、このパレット一つでパーティーからデイリーまで使うことができます。リップをねオン用オフ用で2本持ちしてる人とか、これ一つで済むのでめっちゃ便利。イエベとかブルベとかにとらわれずに、好きな、ね、カラーを選んでシチュエーションに合わせて変えることができます。あとね、自分に似合う口紅の色がわからないって人にもおすすめです。こちらはですね、2月の1日から店舗限定で先行販売されますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。